午後から来るんだって。なんかね、そういうこと多いらしいよ、病院に寄ってから登校するって。体弱かったんでしょ？完全に健康ってわけじゃないみたいだね。そうなんでしょうね。そっか、なかなか難しいもんだね、体のことも。双葉の場合は骨を折っただけだったからそれほどでもなかったけど、だけって言っても大怪我だったけどね。になるの？男はみんなあくまで秋で羅刹だみたいな。あれ、ちかこちゃんじゃない？するから。あれりゃ、コンビニ寄ってきたんだ。はい、学校の購買よりは美味しいと思うんですよね。いろいろあるもんね、最近のお弁当って。そうなんですか？うん、ほら、どうしてもお母さんが忙しい時があるから。私、コンビニのお弁当って食べたことないです。え？嘘？マジで？うん、お店で出前取ったりとかもほとんどしないし。それで何食べてるの？草とか？だから料理して。ああ、草を。草から離れてよ。すごいね、エマって。そっちの方が美味しいし健康にもいいし。ケちゃんと結婚する女の人は大変だね。いや、エマと比べられたらってこと。よく知らなかったみたい。事件ってまた何かあったんですか？あ、ええ、ちょっとバタバタしていたから。
ニュースってそんなに重大事件なんですか？そんなことが…森園町で…ですよね。確か、組員に関しては、それ専門の課があるんだよね。うん、だから、お母さんもしかしたら担当じゃないんじゃないかな。警察な生徒？あ？警察って何？千尋ちゃんが歌歌ってて警察の歌なんだって。そっか、後で調べよう。それで今日はどうするの？うん、あ、降ってきたね。傘持ってる？じゃあ一緒に入っていこう。え？くっつかないと入れないよ。変な京介。ご寝具よりいい案があるよ。今日も迎えに来てくれないかな。駅行く時も付き合ってくれて、帰りにも迎えに来てくれたら完璧だよね。来てくれる？私もね、マージを試してみたんだ。夢が出てきた。昔の夢。なんだかおかしいよね。夢の中なのに。けど、本当に本物なのかな。使ってみた限りだと、過去を変えられたように思えないんだけど。
変えられても変えられなくても怖いね。過去に戻ることによって現実を変えようとする意志自体が、そんなとんでもないこと本当に願っちゃっていいのかなって。もう行くね。はい、これ。駅から塾までは近いから、私は大丈夫だから。夜忘れないでね。じゃないと雪の中走ることになっちゃうから。いや、ああ、うちの近くで殺人事件があったとか。なかなかつかない。君、持ってる？その事件がどうかしたかな？どうかな？私は知らないが、まあ考えられることではあるね。私はもうマージを作っていないから、残りをめぐっての抗争が始まったのかもしれない。麻薬とは違って、あれは私しか流せないものだからな。ん？ああ、違う違う。私個人がもう必要がなくなったからだよ。つまり、私が過去を変えることがどうしてもできなかったならば、もうマージは私にとって無用の長物ということだからね。それはそうだ、そこまでさもしくない。下手な鉄砲も数を打てば当たる。私とは無関係な個々人がマージを使って、私が望んでいた改変が引き起こされるかもしれない。そういう可能性も皆無ではないはずだ。その通り。そうそう、通りには渡してくれたかな。
通りもそれを望んでいるはずだよ。そうだっただろう。ありがとう。無関係な人間がもたらしてくれる幸運はもう諦めた。だから通りが最後の望みということになる。マージとはマージナルのことでね、訳すと教会とかって意味になるのだが、マージが意味している教会とはここのことだ。頭蓋骨ではないよ、もっと抽象的な意味だ。脳の中の認識と客観的な存在としての外界、その間に横たわる境界を無効にするものなのだ。つまりだからマージは夢の中における素行という形で過去に戻ることになるのだ。夢と現実、あるいは記憶と現実、その両者の間にある境界、マージはそれを無効にする。そう私は思っている。まあそうなるかな。逆だよ。マージの夢は個々人の記憶の集積だ。だから過去の改変はあくまでパーソナルな範囲に限られてしまう。夢が現実になるというと話が空想的になってくるわけだが、そういうことじゃない。現実と夢、記憶の集積の垣根が取り払われるだけのことだ。だからマージはあり得た可能性を探るプルーフのようなものと言える。触診と同じことだ。